アンモロー・リンドバーグアンモロー・リンドバーグは、アメリカ合衆国の飛行家、文筆家、チャールズ・リンドバーグの妻、ニュージャージー州イングルートに、後、メキシコ大使となるドワイト・モローの次女として生まれる。1928年、スミス・カレッジを卒業し、1929年、 単独での大西洋無着陸横断飛行を史上初めて達成したことで著名なチャールズ・リンドバーグと結婚する。1930年に米国の女性として最初にグライダーのライセンスを取得し、1931年にはプロペラ機のライセンスも取得した。チャールズ・オーガスタス・ジュニア、ジョン、ランド、アン、スコット及びリーブの6人の子供を設けた。 1932年に、長男チャールズ・オーガスタス・ジュニアが誘拐されて、殺害される事件が起きる。その後、被災で、ヨーロッパに渡り、ナチスドイツと親しくし、米国とドイツの連合を働きかけ、帰国後は、反戦運動に携わる。戦後、1955年に、海からの贈り物を書いて、ベストセラーとなり、文筆家としていくつかの賞を受けた。夫は、 ミュンヘンの帽子やブリギットヘスハイマーと愛人関係にあったスミソニアン国立航空宇宙博物館ありがとうございます。